東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか J1 は27日第1ステージ第1節を行い 日立柏サッカー場では柏レイソルと浦和レッズが対戦後半7分にフォワード武藤勇樹のゴールで浦和が先制するも同19分にミッドフィルダー大谷秀和が決めて柏が同点に追いつくしかし同39分にフォワードズラタンが決勝ゴールを叩き込み浦和が2の1の勝利を収めて白星スタートを切った今季から ミルトン・メンデス監督が指揮を取る柏は4-2-3-1を採用ゴールキーパーに中村晃介。最終ラインは右からディフェンダー伊藤淳也ディフェンダー増島達也ディフェンダー中谷慎之介ディフェンダーは小直樹ボランチに大谷とミッドフィルダー秋野博樹を並べ2列目は右からミッドフィルダーエデルソンミッドフィルダーバラダー君ミッドフィルダー大津祐希ントップにフォワードディエゴ・オリベイラを配置した一方の浦和は 二十四日に行われた ACL グループリーグ第一節シドニー FC 戦同様に三の四の二の一を採用し、同、試合から先発四人を入れ替えてディフェンダーエンドを渡るミッドフィルダー柏木陽介、フォワード興梠慎蔵、フォワード利忠成がスターティングメンバーに名を連ねた。序盤からボールを保持する浦和は、前半四分、コーナーキックの後期を得ると、柏木の蹴り出したボールを、ディフェンダー牧野智明がヘディングで狙うも、ボールは枠上に外れ、 その後もボールこそ保持するものの、なかなか柏守備を攻略しきれない。一方の柏も、浦和の守備に苦しみ、ボールを奪って前線へと届けるも、ワントップのオリベイラが、激しいマークに遭い、攻撃のリズムを喪失できずに、シュートまで持ち込めない時間帯が続いた。だが、徐々に浦和がシュートチャンスを喪失すると、前半29分には、柏木のフリーキックからフリーになった牧野がヘディングで合わせたが、ボールはゴール右に外れた。 さらに、同31分には、右サイドを突破したミッドフィルダー関根隆弘のクロスを、武藤が体で押し込もうとしたが、中村がかき出して、先制点を奪うには至らなかった。対する柏も、同35分、右サイドから切れ込んだ伊藤が、左足シュートを放つも、枠を捉えきれず。さらに、同37分には、遠藤のパスミスを奪ったエデルソンが、左サイドの大津に展開すると、大津がシュートまで持ち込んだが、 相手ディフェンダーのブロックにあい、同43分にはエデルソン、大谷と繋いだボールからペナルティーエリア内に侵入したバラダが狙うも、ゴールキーパー西川周作に阻まれるなど、スコアを動かせない。得点こそ生まれなかったものの、球際での激しさを見せるなど、一進一退の攻防が続いた試合は、後半を迎えると、後半4分に左サイドを突破したミッドフィルダー、宇賀神智也のクロスを、リが体で合わせてネットを揺らしたが、これは。 ファンドの判定に取り消されてしまう。だが、同7分、ペナルティーエリア内でボールを受けたリが反転から放った左足シュートは、好反応を見せた中村に阻まれたものの、こぼれ球に反応した武藤が、蹴り込んで、浦和が先制に成功した。1点を先行された柏は、後半13分、エデルソンに代えて、フォワード田中淳也を投入して、流れを変えようと試みる。すると、同19分、柏が同点に追いつく。 右サイドバックの伊藤がボールを運んで、右サイドに展開すると、ボールを受けたオリベイラがシュート。これは、西川にセーブされ、こぼれ玉に反応したバラタのシュートも、西川に阻まれるが、そのこぼれ玉を大谷が蹴り込んで、試合を振り出しに戻した。一気に勝ち越しゴールを狙う柏は、後半24分、左サイドを駆け上がったディフェンダー山中亮介のシュートは、枠を捉えるも西川に弾き出され、その流れから大津が送ったクロスを、山中が。 決定的なヘディングシュートで合わせるがボールはポストを叩いてしまったすると後半39分浦和が決勝ゴールを叩き込む武藤が蹴り出したコーナーキックを途中出場のズラタンがヘディングで決め浦和が2 1の勝利を収めた